それではですね、今回は、バイオハザードゼロやっていきますんで、よろしくお願いいたします。それではね、早速、始めていきましょう。ロードゲーム、バイオハザードゼロ。さあ、ということで、前回ですね、最後、女王ヒルドの対決というところから再開でございます。レベッカをね、なんとかこう守って、バルブを4つね、レベッカが回し終わるまでということでしたので、早速やっていきたいと思うんですけども、武器がね、武器がやっぱり少ない少ないんですよね。なので最終的にはショットガンモビリーね、渡すっていうのが一番のまあ得策かなというような感じですね。はい、では行きましょう。まあ一番初めなんでね、ムービーを見ながら行きたいと思います。一回ね、女王ヒルが倒してるんですよ、第一形態で。これがまあ多分第二形態というか第2戦目っていう感じなんですけども、前回ねマーカスの女王ヒルを倒してます。女王ヒルだ。自爆装置が起動されました。そういう直ちに退避してください。自爆装置ですって一体誰が。ちょっとね、なんか制限時間がね、まあ、あるので、ひどいって感じですね。早くレベッカを撃ってもらっていいですかね。じゃあできないか。交換できない。弾置く、使う、めっちゃ取られた。回復しとこう、もう早めに。OK、 あー、ナイスタイミング、グッドタイミングですね。で、この後がなんかこいつが日光に弱いみたいな感じになるんで、
日光に弱いのよ。窓さえ開けられれば。それで、レベッカがバルブを開けに行きます。ついてこい。で、4つのゲートを開けてくださいってことね。弾がないので組み合わせます。めちゃめちゃ痛い。で、とかの弾を取れる。まあね、一応ね、これでダメージを与える必要はないので、レベッカが開けることができるさえればいいので、2個目がこれで開く。順調順調で、ヘイトをこっちに集めないといけないので、一発か。早くレベッカ急いで。3つ目に取りかかる。3つ目が開く。焼いた。さあ、あと1つ。で、4つ目に取りかかる。早く開けて。そっちじゃないよ。なんか開いた開いた開いた。4つ目開いたこれで、天井が開く。で、ムービー、あ、日光弱い。レベッカ、マグナム。ビリー。ビリー。最後のとどめだ。おい、化け物野郎。これでも食らいやがれ。わあ、スーパースロー。うわー、下から大爆発。あとだ。あー、養成所。そうだな、指名手配だったんだもんな、一番最初。ビリーは見て、あれが隊長の言ってた古い洋館だ。洋館、まさか。
行かなくちゃ。報告書には公園少尉は死んだって書いておく。俺もゾンビの仲間入りってわけだ。ではここで別れるの？レベッカとビリー。この洋館ですね。うおー、エンディングだいやー、ついにバイオハザードゼロクリアですね。ストーリー、いやー、結構ねビビったりとかしてたなねえ、いやーでもね、面白かったですね。プレイヤーがね2人いるんでね、こう2人のうまく特性とか、まあ、協力してとか、こうね新しいというね感じだったんでしょうね、当時ね。いやでもしっかりとねクリアできて良かったですね。いやー、これで、まあ、バイオハザード0が終わって、次が、まあ、初代のバイオハザードに、移るわけですね。あの例の洋館ですねで、まあ途中ね出てきていた、まあウェスカーとスペンサーだっけねえ、いやー、これでまあマーカスもね、こうまあ女王ヒルによってまあ復活してましたが、それも倒しで、まあ女王ヒルも倒しということで、まあ、多分ね、あのまあウィスカーとそのスペンサーだっけね、それが多分、こうねマーカスの研究成果をね、まあ、奪っていってるとは思うので、まあ、そこからまたね次の初代バイオハザード、初代バイオハザードは久しぶりにプレイすることに、ね、なるんで、まあ、次回からですね、まあ、ちょっとまたゲーム変わって初代バイオハザードをやっていきますので、よろしくお願いいたします。で、初代バイオハザードは何だっけ、クリスとあとね、なんか女性いたよね、レベッカじゃなくてクリスとなんとかあって、まあ、多分2つね一応そのストーリー的にはあったと思うんで、両方やるのかな、それとも片方だけでいいのか。一応今回はね、だってレベッカとビリー2人主人公いたけども、まあ、2人同時プレイだったからね、まあね、なんとかなって、まあ1回でね終わったわけですけど、次ね、やっぱ2人分
ストーリーが、まあ、あるので、まあそうだね、両方やる感じになるのかな。ちょっとその辺はまあお調べして、やっていきたいと思いますね。何かムービーとか入るのかな。さあこれでなるほどな、リザルトか。ランキング C でしたね。撃破数97、発砲数481、回復の回数34、セーブ回数44。まあね、セーブポイントから始まるんで、プレイタイムとしては、7時間48分47秒という感じでしたけども、まあ実際はね、1パートあたり、まあ、1時間ずつぐらいやってるんで、何回目今日、バイオハザードゼロが動画の数が1から始まって、21か今回ね。じゃあ、まあ、トータルでまあ21時間ぐらいやってますよってことですね。まあ実際のプレイタイムとしてはね。はい、ではではでは、こんな感じで終わりました。これでリーチハンターが追加されましたということですね。なんだろうこれで、フェスカーモードも追加されましたと。はい、でまあセーブステーブ45個目のセーブデータ、いやまさかのね一発成功でしたけども。日付変わってクリアデータが出来上がりました。でオープニングに戻るわけですね。まだ18分しかやってない。ちょっとじゃあそしたらね、リーチハンターとかあのフェスカーモードでちょっとまあ残りの時間遊んで、バイオハザードゼロ、終わりにしましょうかね。フェスカーモード、ニューゲームだとこれか。ロードゲームにするとどうなんだろうな。でクリアデータを選ぶと、ワンサゲもう一度やるか、エクストラゲームに行くのか、リスタートするのか。エクストラゲーム、これリーチハンターか。 How to play、 任務内容、アンブレラ養成所内に配置された青い昼のオブジェ、緑の昼のオブジェを可能な限り入手して1回放流で屋外脱出せよ。昼のオブジェクトの特徴、色とキャラクターについてビリーとレベッカが入手できる。青い昼のオブジェクトの色はあらかじめ決められている。青い昼はビリーのみ、緑の昼はオブジェクトはレベッカのみが取れますよと。交換も不可能。昼は置けない。一度入手した昼のオブジェは二度と置くことはできない。
3、1ブロックでのストック数、それぞれの昼のオブジェはアイテム1ブロックにつき10個までストック可能。昼の個数、青が50、緑が50個、必ず動画に書かれている。5、ゲームオーバー、1回ホールから外へ出るか、ビリーまたレベッカの死亡で任務終了となる。なお、死亡すると最後に20の比例数はカウントされない。クレベも最後まで生き残りを注意されたし、以上。まあ、というか、青い昼をいっぱい集めてねってことですね。青い昼と緑の昼。で、1回のホールから脱出してねってことですね。まあ、やってみなきゃわかんないですよ。まあ、これはね、まあおまけみたいなもんなんで、残る時間楽しんでいきましょう。あそこの上に2つまずあります。あ、違うな、これはオーハーブか。あー、ここにはありますね。はい、レベッカゴー。レベッカは緑だっけ。 BDEじゃあ、はい、ビリーが通る。ブルーと緑のハーブあります。気持ち的には弾がいっぱいある。金回復は1個って感じね。お互いに同じ。 OK、 了解。で、青いのはい、まあ、全部で100個ね置いてあるってことがね。とりあえず何だっけ、会議室だっけ。鍵とかは特に見つけなくていいのかな。敵がいるわけではない。緑、はい、あそこにもなんか光ってんな。あ、ブルーなんじゃ。ブルーブルーブルー、ビリーちゃんブルーだよ。違う、ナイフか。なるほどね、玉切れした時用か。了解。あ、ブルーある。はい、順調か。意外ととはなし。ただまあここはね、本編でもね敵は出てこなかったとこなんで、こっからでしょうね多分ね、出てくるとしたらね。はい、いきなりハンター中のいきなりハンターっていうね。あ、違う、そっちじゃない。そっちじゃない。ここまで来るときついな。あ、死んだ。わー、なるほど、こういうゲームですね。で、トータル4つ。あ、マガジンが出ないんだ。へー、サブマシンガンの弾を手にした。本編、そういえば本編でさ、サブマシンガンってさ出てきてなくね。ね、
出てきてないよね、サブマシンガンね。そういえばあんのかな、本編でも。はい、リーチハンターでした。次、ウェスカーモードですね。ウェスカーの操作士、バイオハザードザードゼロの世界を体感せよ。黒の疾走をバズボタン長押しして離す。直線にダッシュ、ダッシュ中にバズボタン停止、ダッシュ中に向きの変更ね、はいはい。赤の斬撃、構えた状態四角を長押しして離す。遠隔攻撃を行い、一定時間長押しすると威力上昇。はい、まあ、やってみましょうか。アメリカ中西部の街ラクーンシティ、絶海の孤島ロックフォート島、第二のラクーンシティとなったシーナ島。大量の犠牲者を出したこの一連の事件は未だに数多くの真実が隠されている。事件の背後にうごめくのは多国籍企業として知られるアンブレラ。この正体不明の企業の成り立ちはほとんど知られていない。一体いつ誰が創設したのか、そして T ウイルスはどのようにして作られたのか、全ての謎を解き明かすには発端となった洋館事件以前に戻らなくてはならないだろう。これがですか？サングラスじゃないぞ。でこれがマーカスね。女王ヒルによって若くなったマーカス。全ての始まりはラクーンシティ郊外で相次いだ猟奇殺人事件の捜査だ。我々の想像をはるかに超えた悪夢のような出来事が待っていようと誰一人知る由もなかった。これは多分本編のオープニングと一緒だね。どうした？エンジントラブル発生、ヘリが超えるもういつも通りですね。隊長、あそこ。隊長。ん？どうした？裁判所による移送指示書。囚人ビリー・コーエン元少尉、年齢26歳。7月22日、軍法会議による死刑判決。直ちにレガソン基地へ移送の上、刑を執行のこと。つまりこの野郎が MP たちを殺した上、まんまと脱走しやがったってわけか。いいかみんな、手分けして周囲の捜索に当たれ。相手は残忍な凶悪犯。字幕相変わらず早いな。
入って回る。列車の中に入っていくと。おお、なんか赤い。レベッカが赤いぞ。サブマシンガンだろ。バンパイアってこと？レベッカ。チェンバースです。聞こえたら返事をしてください。誰かいますか？どうした？どういうこと？確かに死んでいたのに。いいな、この衣装。でサブマシンガンだ。まあサブマシンガンだが見たことないんだよな。サブマシンガン使ってみたいけどね。インクリボン、まあ、セーブはしなくていいでしょう。使おう。別に今回はね、別に特にクリアするわけじゃないんで、セーブはしなくても。と、目が赤いのは怖いんだよな。これなんかさ、ね、犬が来たような記憶が。あるんですけど。お？ウェスカー。ビリー。光栄少尉。いや、ウェスカーだな。驚いた。俺のことを知っているだろう。死刑執行予定の第一級殺人、そして元軍人。ああ、なるほど。あんたスターズか。今あんたらとはお近づきになりたくはないんでね。おしゃべりはここまでにさせてもらおう。待ちなさい、あなたを逮捕します。悪いがお嬢さん、飾りは間に合ってる。ついてない。バカにして。やった、犬来た、犬。エドワード、大丈夫？やった。何があったの？なんてこと。最悪だ。気をつけるんだ、レベッカ。森の中もゾンビや化け物でいっぱいだ。ゾンビや化け物？
早い早い、2体目来る。エドワード弾いいなこのレベッカ、いいな、なんかね、ヴァンパイアっぽくてまだ来てるんかーい。焼くなんかいたな、なんか多分起き上がったな後ろで。ここから先は危険だ、ひとまず協力しないか。あなたと協力ですって。聞けお嬢さん、なぜかは知らんが中も外も化け物だらけだ。助け合わなければ命がいくつあっても足りやしない。お困りのようだけど、こっちは助けなんかいらないわ。あいにく一人でも大丈夫。それとお嬢さんって呼ばないで。分かったよ、父兄さん。なんて呼べばいいんだ。レベッカ・チェンバース、あなたにとってはチェンバース巡査ですけどね。それじゃレベッカ、一人でやってみるか。俺はここで待つ。ほうほう、まああれですね、スペースカーモードはまあこのね、あのあ、コアムービーこれなんだ。まあ、B がウェスカーの格好をしてビリーが喋ってるってことですねで、あのレベッカも、まあ、レベッカ自身もちょっとなんかヴァンパイアっぽいようなコスプレしてるってことですね。まあ、よくコスプレモードだな完全に。で、マーカスと。これはもうね、打ちまくるしかないんでね。はい、終わった。
仮面外だったからね。戦闘車両を調べた方が良さそうだ。待て、俺と協力するんだ。いいな。けど私わかんねえ女だな。さっきのヤツにやられちまうぞ。わかったわ。でも覚えておいて、おかしな真似をしたら容赦なく撃つから。いいだろう、これを持っていけ。無線で連絡を取り合うんだ。いいな。これで二人プレイができるかな。おお、なるほど。これがね、使えるわけね。このベスカーモードの。ではでは。まあ最後ちょっとね、このね、ウェスカーモードを使って、まあ遊んでいきましょう。あ、ちょ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 。攻撃力が、攻撃力が高いってことでいいのかな、このウェスカーモード。強い。あ、あのね、なんかビリビリっていうのは使えるのか。ああ、これは強い。これはいいですね。溜めてボンって。謎のヘッドショッツ。あ、これ強いな。これ弾も使わなくていいからね。便利よ便利。開かない。車掌室も開かない。2階から行くんだっけ、これって。
あれどこ行くんだっけ。迷子だな。早速迷子だな。思ったよりもすぐ迷子になりましたね。つなぎ直す。ビリ落とされる。で、これでバラバラになるのか。ビリーの場合使えないな、まだ。足長えなぁ。さっきのね、電源つないだことによってここが開きましたんで、ここ入ります。ここなんか道具ですよね。鍵を取る。これで最小室か。時間ないな。わあ、サソリくらいまでいけるかなって思ったけどね。サソリもいけないし、サソリビリーのね、でフェイスカのなんか電気撃破みたいなんで倒したいけどね。
これで開きます。そうす、はしごが降りてくる、はしごが登る。あれ、サソリ、そこだ、サソリだな。アイスピック。確かにね、ここのねアイスピックが全然なんか見つからなかったような記憶はありますね。あ、これショットガンか。いや、インクリボン。ショットガンがね、初めて登場ってことですね。出ます。で、サソリかあー、ビリーって、ベスカーでサソリじゃなかったんだ。キャー、サソリでかい。ベスカーでやりたかった、超ベスカーでこれやりたかった。移動をさせてください。移動できてるね、今ので。戦闘の PTM 終わったんですよ。あれ、もしかして死んだ？で、死んでんかーい。お前死んでるんかーい。で、パネルオープンなんか。あっさり、あっさりなんだよな、ここの誘いなー。確かに、初めやった時はね、あっさりだったわ。じゃあ、ここで、終わりです。バイオハザードゼロ、ここで終わりかな。
ではここで終わりたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。さあ、バイオハザードゼロですね、無事エンディングまでクリアいたしまして、次回から初代のバイオハザード、HD をねやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。ではまたお会いいたしましょう。次回はバイオハザード初代でお楽しみに。はい、ではまた見に来てください。ありがとうございました。